モーリツ・ベニオブスキーは、東欧出身の軍人、冒険家であり、その数奇な変歴において鎖国中の日本を含む、多くの国を訪れた。少年は、自身の改装期では1741年としているが、実際は1746年である。生まれは、ハンガリーであるが、ポーランド、ロシアなどとも称していた。ポーランド人の対ロシア抵抗組織。 バール連盟に加わったベニオブスキーは、ロシアの捕虜となり、脱走の試みが失敗した後、カムチャツカ半島へと、流刑された。そこで、他の捕虜と共に反乱を起こして、現地の司令官ニーロフを殺害、停泊中のコルベットを奪取して、イピョートル号と名付け、1771年5月にカムチャッカを脱出した。 南下して、千島列島のシムシル島に立ち寄り、5月29日から6月9日まで滞在した。カムチャックに戻ろうと企てた、ロシア人セイ員ゲラシムイズマイロフラを食料と共に置き去ったため、食料が残り少なくなり、日本に進路を向けることを決定する。7月8日、阿国徳島藩の日和さに来航する。徳島藩は、幕府のがめを恐れて、 上陸を許さなかったが水と食料を提供した。ベンヨスキーの大湾タンアワを後に、土佐国高知藩の先浜に向かったが、上陸はできなかった。このため長崎を目指したが、方向を見失って、天見大島に流れ着き上陸する。この地で、長崎のオランダ召喚庁宛ての書簡を送ったが、これが後に、手紙事件に繋がることとなる。台湾島に寄港したが、 現地人との間で戦闘となり、次のコーチマカオに向かった。天見大島で発した書簡は神聖ローマ、帝国陸軍中サメ義ギで、高チドイツ語で書かれていた。長崎オランダ省官庁、ダニエル・アーメナウルトが、幕府より解読を依頼されたが、その内容は、ルス国が、マサキ近辺を占拠するために、クリル諸島に要塞を築いているという内容を、含んでいた。 ベニョブスキーをオランダ語を読みしたファンベンゴロは日本でハンベンゴロウと呼ばれることになり幕府は書簡の存在を秘匿したものの工藤平介、林志平らがロシア関連書籍を刊行して世に継承を鳴らすきっかけとなったマカオでセイピョートル号と積まれていた毛皮類を売却フランス船2隻に仲間と共に乗船し1772年3月には フランスに渡航する。国王ルイ15世に感銘を与え、マダガスカルに植民地を建設する、許可、資金と兵士を得て1773年にマダガスカルへ渡る。この間、台湾、国後島、奄美大島などに根拠地を築き、日本と通商関係を樹立することも提言し、大島住民からの許可状もあると主張したが、 フランス政府からは相手にされなかった。マダガスカルの開発は楽観的な報告のごとくには進展しておらず、1778年にはフランス本国からの通達でこの事業は取り留めとなった。1785年にイギリスの公園を取り付けて再度マダガスカルへ渡航するが、モーリシャス総督が派遣したフランス軍部隊によって攻撃され、 榴弾に当たって死亡したと伝わる。死後1790年に巨孔の冒険譚を織り混ぜた回想機がイギリスで出版され、ヨーロッパ各国語に翻訳されて好評を博した。後に舞台化もされ、近年はハンガリー国内でテレビドラマビバット・ベネブスキーや映画化もされている。ありがとうございます。